ゲオルグズンデルは、ドイツの物理科学者、ミュンヘン大学の生物物理学の終身教授、平和活動家、環境保護活動家、事前科である。父のゲオルグは画家、母はロバート・ボッシュの娘であった。科学者としては、水素結合の研究で、国際的な評価を得た。彼は、冷戦中も、東西ドイツ出身の研究者と密接に連携して、研究を行い、 キャリアを通じて313ペの論文を発表した。水素結合の分野の多くの発見に、ズンデルの名前が付けられている。代表的なものは以下の通りである。起業家としては、彼は1966年に、ベルクホーフラボラトリー・オブ・フィジクス・テクノロジーを設立し、2003年にドイツの他の4つの企業と合わせて、 自動化と環境の分野を手掛けるズンデルホールディング GMBHCEO に再編した。事前家としては、彼は1971年にベルクホーフファンデーションフォーコンフリクト・スタディーズを設立し、すぐに当時起こり始めていた平和学の分野で決定的な役割を果たすようになった。財団が設立した主な組織は以下のようなものである。この分野での貢献により、 ズンデルは2003年にドイツ連邦共和国功労勲章を受賞した。ありがとうございます。